こんにちは、淡井圭介です。本日2024年、5月13日、12時22分、2日ほど前に、能登半島の、穴光町や、七尾市、などの、ね、被災地の撮影などを、行ってきました。で、まあ、こちら今回は佳子さまへのメッセージなんですけども、まあ、5月11日、緑の感謝祭ということで、まあ、ご公務ということで、5月11日、まあ、お互いに頑張っていたと、まあ、いうようなところで、まあ、本当に行くからっていう、そのメッセージなんですけども、僕に、僕へのメッセージなんですけども、8月9日の方なのか、その、僕が、その、秋篠宮邸に行く方なのか、とりあえず、その、まあ、現在、この間送った手紙に関して、受け取り拒否ではなくなったっていうことで、まあ、一安心というところですね。あともう一つ、今日、まあ、5月13日ですけども、まあ、今日も朝から、動画を、こう、いろいろ、エクスポートをつなぎ合わせて、で、アップロードしたりだとか、で、それで被災地について、今どういうふうなことが必要なのかっていうところで、まあ、それは、長安信弘っていう、もう僕の同級生だった建設業界の、ものなんですけども、まあ、阪神・淡路大震災を、高校2年生の時に我々は、被災しまして、その年が高校3年生なんですけども、その後、彼は建設業界に就職して、阪神・淡路大震災の、被災地の、仕事などをしていた。だからまあそういったところの経験、まあ、建築業界一本でずっと生きてきたみたいなので、まあ、現地に行かせてほしいというようなことも、以前動画で言っていました。まあ、そういうふうな部分もあって、まさかね、5月11日の、その、朝、まあ、4時台ぐらいに起きて、まあ、睡眠時間も、その日、まあ、4時間ぐらいです。で、まあ、そのまま、朝、まあ、家の中掃除して、食事、昼ご飯のお弁当を作って、で、水をたくさん持って、家を出発してと。で、JR を乗り継ぎながら、琵琶湖の東側を回って、まあ、琵琶湖の底、琵琶湖の方に流れ込んでくる河川とかも、一応まあ、JR から見ながら、帰りは撮影許可をもらって、西側の方を撮影してるんですけども、その長安信弘というものが、七尾市の和倉温泉という電車の乗り継ぎ、JR から、能登鉄道へ乗り継ぐところで、待合室に現れたんですよ。だけど僕も何十年も会ってなかったから、本人だと気がつかなくて、やっぱりその時のパターンもいなくなってから、もうそこでね、僕はお弁当を食べ始めて、14時過ぎですね。で、まあ、そのところに彼がいるとは思わなかったから、まあ、仲良かった友達で、二人で昔、その、1999年ぐらいですね、オートバイをフェリーに乗せて、大阪の南港という港から、で、沖縄の米軍基地などを見に行ったりっていうことをした友達なんですね。で、まあ、まあ、そこで彼と会えなかったことも、まあ、残念なんですけども、その、佳子さま本当に来るかなって、それ、また緑の感謝祭が、午前中の11時ぐらいとかにしてるでしょ。で、僕が現地に着いてるのが、14時過ぎ、まあ、七尾市の和倉温泉。で、まあ、いろいろ撮影して、その日のね、1日の、まあ、終わりの方で、まあ、ルートインというホテルが稼働してるんですけども、七尾市の、七尾駅の近くですね。で、そこに宿泊して、まあ、インターネット記事とかで、まあ、佳子様のその緑の感謝祭を見て、それ本当に来るかな。いや、これね、いろんなことで意味が合ってくるっていうことにもなるんですけども、
確かに長休みの日も起きたんですけど 何にも話してないんですか。こっち食事の朝家起きた時間、起きた時間も 食事早く食べて体に栄養供給しなかった。ただでさえ睡眠不足なのに、本当に参ってしまいますから、そんな現地で倒れるわけにはいきませんから。あと、もう一つ余計な、本当に来るからっていう、お迎えに来てくれるの話の方でね、この間僕は動画で、アテネの方に行かれるっていうご公務、ギリシャの、首脳の方からでしたっけ、招待状は届いて、大統領という形でよろしかったでしょうか。国によって大統領とか、中国だったら主席だったり、国によって名称が違うじゃないですか。だから、大統領だったかな、どうかなっていうところ、どうしてもそういう部分があるんですけども、招待状が来て、僕も一緒に連れて行ってほしいって言ってたから、オリンピックなんかいりません。エネルギーの存在の問題で、ちゃんと日本人の、リレーの選手とかもね、僕の心の声からで、オリンピックいらない方っていうことを、言ってくれてる人は言ってくれてます。その彼は、ちょっと、詳しい話になってしまうんですけども、100メートルをね、ウサイン・ボルトさんは、その世界記録保持者の、ウサイン・ボルトさんは、43歩で駆け抜けてるんですよ。で、世界中他の国の、代表の選手の人は、だいたい44歩で駆け抜けて、44歩でも9秒台は、出せます。で、日本人の選手も何人か現在は9秒台を出してるんですけども、その彼は45歩で、100メートル駆け抜けてるんです。そこをなんとか44歩まで、持っていけたらということですね。46歩の人とかもいるんですよ。けど、それでもね、正直なところ、神がかり的な力を聞かせて、頭の中活性だとかいろいろあるんですけども、バトンの受け渡しが一番重要ですからね。その日当日までの肉体作り、ではその日の、してくることであって、あとは睡眠をしっかりと得て、その日に、しっかりと、バトンの受け渡しをできるか、良いスタートができて、しっかりと加速した状態でバトンをいただけるかどうかとか、そういったことになってくるんですけども、ごめんなさい、話を大きくされたんです。ごあっちは、オリンピックいらないの話。それでもしかしたら今日来るのかなっていうのは今日あったんですけども、一応またいつも通り、外の天気撮影しておきますね。今日朝から、雨です。今日ないだろうなと。ちょっと今日休日ということで休みたいんで、今日は来ないだろうということで、一応コンピューターさんが佳子様の声当たりっていうことを言ってくれてるんですけど。本当に来るかなっていう。8月9日の方のことなのか、僕は秋篠宮邸の方に行くことなのか、なんとなくいろいろ、当てはまってると、そういうことだとは思います。アテネの方に僕がお迎えに来てもらって行くのかどうかのところは、そこはちょっとあるのかな、ないのかなの部分ですね。そうですね。今日、あとは、これね、電気代の関係があって、あんまり昼間に撮影とか動画のエクスポとつなぎ合わせとか、あんまりしたくないんですよ。その4月30日の、引き落としで2万5000円っていう内容の引き落としで、もちろんそこに Wi-Fi 代とかも入ってるんですけども、かけ放題、プラスあと電気料金なんですけど、2万5000円という金額を見てびっくりしまして、本当に。この間の能登半島の撮影、往復の交通費と宿泊費用で、3万円超えてますから、ちょっとね、あんまり、ちょっとどこかで節約をしなければというところで。以上です。
まあ行くからという行く本当に行くからっていうその笑顔で言ってくれてるそのあの温かいその対応の仕方はまあまあメッセージは届きました。その本当に来るんだ。じゃあそれ当日ね、昔に長安と言ってた言葉はその被災地でそのまあ笑顔で再会とかね、まあやっぱりそこはお前やったんかとか多分そういう風になるんちゃうっていうようなことをね、未来のこともどうせその頃忘れてるだろうしっていう話を昔してたと思うんですよ。でそこで長安がスルーしてこう何も話しなかった場合、なんか結局こういう風な話で最後オチがつくみたいな形で、笑い話になるような仕組みになってるんじゃないかなと思います。本当に来るか。もうこれ以上ちょっと笑い話広げるやめときますね。その本当に来るかいくらでも広げようがあるんで。まあけどね、もう本当まあ当日もう本当まあしんどかったですね。で次の日まあ帰りしなにまあ途中で雨が降ってる中で鶴が福井県の敦賀市で降りて、まあ河川の、河川水門開閉式玉発電の設置場所を少し撮影して、途中でね、電車のいいところは途中で、降りても切符のいいところはもう一回それを駅員さんに見せたら、あ、途中下車ですねっていうことでそのまままた乗れるんですよ。最終的に、着く、まあ昨日で言うと、兵庫県三田駅、三田市の三田駅までの区間の切符を先に買っておいて、まあ何回も途中で降りてるんですね。あとは琵琶湖の西側の、まあ一番大きな河川の近くの駅を降りて、まあ撮影したりしています。まあその辺のところは電車の中から、まあ、新快速とかなんで、ものすごい勢いスピード、景色が流れていくので、河川を、まあ、確認できる人と確認できない人と、まあ、いろいろ出てくるかと思うんですけども、一応僕は動画の中で指摘してるんですけども、あとはね、その高島氏という、まあ、高島隼人宛てで昔その SD カードとか送ってたんですけども、その高島氏の話も昔誰が撮影しに行くかとか、まあ、いろんな話、男関係とかでもまあ、その有名になった人とかで、もしかしたらね、黒夢というバンドの清春さんは、もしかしたら高島彩の親族ではないかと。ちょっとね、何が何やらの話で、まあ、ちょっとややこしい話になってしまいそうなので、その、グルの話に関してはもうやめときます。高島市で降りて、その河川の撮影を していたとき、風当たりが強くて、まあ途中で風力発電が元気よく動いているのは見ましたよ。見ました。途中で。まあ、福井県だったと思いますけども、まあそこ、滋賀県なんですけども、まあ、滋賀県も風が吹くことを証明したかったのかなと。途中で傘が壊れて、ちゃんとね、一応ね、雨が降ってきた中で、琵琶湖の、その、高島市のところでは、雨は止んでるんですよ。で、まあ、そこでもね、僕の方から、スポーツの勝ち負けしながら、頭なんか貸したりとかしながら、試合日程の時間とか見ながら、13時から先に試合が始まっていたから、先に、その時はロッテを、先に、勝利して、その次に横浜 DeNA が勝ったらいいわと、まあこういう風なプランで、その後楽天と試合の時間経過とかを見ながら、まあそれを頭なんか貸しながら撮影しに行ってる時にびっくりしたのが、30台ぐらいの不法投棄の車、まあ多分自動車回収業とかされてた人たちのそこの家の周りにこう車を集めてきて、その後、どうしようもなくなったんじゃないかなと思われるところですね。まあそういったところとかも撮影しています。だから
そういう不法投棄しているもったいない金属、これを、まあ、私の方で撮影して、まあ、行政等が動いて回収してもらったりしてるんですけども、例えば兵庫県だったら多分1000台ぐらいあります。だから日本全国で言うと多分1万台ぐらいあります。これもまず間違いないですね。撮影してきた時の、その遭遇する確率と、その台数を、まあ、考案すると、まあ大体それぐらいですね。まあちょっと歩いただけでそれですよ。まあ、まあ普通の人が歩いたらその距離はちょっとじゃないと思うかもしれませんけども。まあその、高島市の、河川の名所、何だったかな。アスモ川だったと思うんですけども、まあそこの河川水門、海式ダムのところで、一旦晴れてきてるんですよね。だから雨で優しい雨で3点で、さらに、晴れてるから3点で、その後電車に乗る頃にはまた雨降ってきてるんですよ。僕のつもりにタイム合わせて雨が降ったり止んだりしてるんですけども、まあそれでトータルで9点あるはずなんですけども、これね、また日程見ながらその見破る方向でね、最初にロッテの対戦チームの日本ハムがリードしてたんで、まあエネルギーの残存の問題で日本ハムが勝つのはなし、どうも2つも作っちゃったからっていう話で、あと今順位が上の方にある下克上という話もロッテの皆さんにはあると、まあそういうふうな形で一時ね、5対3までロッテがリードをしてたんですよ。だけどもその途中で、まあ、新庄監督がね、もともと阪神タイガースにいたから、阪神タイガースの流れ見破りと、その前の日に、5月11日の、ルートイン、ホテルの中でこう宿泊しながら、アジアチャンピオンズ、サッカーの方のアジアチャンピオンズクラブチームの方の、決勝戦、横浜 F ・マリノスの方で勝ちに行って、まあ、最初1対0で負けてたんですけども、そこを強引に勝ちに行って、2対1にして、で、その世界代表戦で、今までのワードで言うと、勝った内容に関して、日本の国内リーグでも勝たせてもらわなければならないっていう話があって、それでね、本当は横浜 DeNA さんを勝たせてあげたかったんですよ。まあ、阪神タイガースが横浜 DeNA 戦で3連敗して、で、まあ、横浜 DeNA が順位上がっていって、で、阪神タイガースが他のチームにしっかり勝つことによって、他のチームがこう上になかなか登ってこれないような状態にすると、まあ、そういうような形を描いてたんですけども、もう昨日、もう全部失敗してますね。ほぼほぼ失敗してますね。まあ、ヤクルトが巨人に勝ったぐらいですね。一応まあ、それが、試合状況とかいろいろ気にしながらでしたから、無理しないで昼ご飯早く食べたらよかったのかもしれません。昨日もその琵琶湖のね、河川とか撮影しながら帰ってきて、大阪駅に着いてから、まあ、昼ご飯を食べてるんですよ。時刻完全に夕方17時回ってるんですけども。その後ヤクルトが巨人に勝ってますから、無理しない昼ご飯食べたらすんなり物事進んでたのかもしれないですよ。その悔しいのがね、頭の中ずっと供給しながらですよ、ロッテの皆さんに。で、心の中ずっと唱えながら歩いてるんですよ。で、もう5対3でもう9回まで来てたから、もうこれロッテ勝つなって思ってたんですよ。そしたらさっきの優しい雨とか晴れとかのその3点ね、日本ハムが9回の裏かな、そう、9回裏に3点取り寄って、本当に。ごめんなさい、こんな喋り方で、もう、本音トークになるとどうしてもこういう言葉遣いになります、本当に。横取りやん、それっていう、もう世界のルールは法律、もう横取りはなし。ちゃんと、そこで、その3点の理由とかは僕だったから、僕の現地なのが、頑張り、その、生活保護者でここまでする人、絶対なかなかいない世の中。僕以外で世の中日本中探しても、絶対なかなかいないんですよ。探せれる人います。実費でそこまで頑張る人。しかも、アダもなんか貸しながら。もう最終的に昨日の結果が一体何だったのか、もう
ね、もう楽天も、3点差で負けてますから点数の差配がおかしいっていうことで、もうね、楽天に勝った西武ライオンズの方は途中で5対2だったでしょう。誤りの失点、5失点、それ見破った追加得点、6点とかにしてたでしょう。もう話めちゃくちゃですよ、ほんと。どれだけ疲れ果てて帰ってきたか。さすがに昨日の晩は睡眠薬なしで寝てます。だけども、日付は今日の日付でね、夜中。3時前ぐらいに、また牛つの日の3時前に、夢の中でね、平井理央が出てきて、アナウンサーの。で、まあ昔いろいろ、まああった方ですけども、まあ結婚話とか、もうまあしたのはしたんですけども、その後ややこしい話にどんどん変わっていくっていう。塩川株式会社の北神戸店に平井理央と、あと、バドミントンの当時、大潮ペアって呼ばれてた、塩田玲子が2人で、来ていたことがあって、まあ、夢の中で昨日の晩、その平井理央だけが出てきて、多分そこでね、身分証明書を開示してますね。そんなこと夜中の3時に起こさなくて。本当は夢の中の内容は、だいぶはっきりややこしい内容を覚えてるんですけども、塩が株式会社関係のね、なんかこうちょっとややこしい夢になってるんですけどもまあ平井理央もなんか結婚したことになって離婚したことになっていて、本当に離婚した方なのか何なのか、まあその電波当てられて無理やり起こされたりとかしてそれで離婚することになったのか何なのか、もう僕も全然わかんない帰ってきた頃には今度帰ってくる前、昨日の段階でもうこのスマートフォンのね、ニュースで林田アナウンサーがなんかこう離婚とかそういうニュースもう情報でもうめちゃくちゃなことしすぎですよ。本当のことだけでもみんななかなか覚えれないのに、そこにフェイクなんか混ぜられたら、もうどれだけややこしいことになるのか。まあまあ、その後、夜中の3時ぐらいにお手洗い行って、そこから先は睡眠薬寝て、飲んで寝て、で、またね、その後、今度は週は株式会社の、ややこしいニュースね。じゃあニュースじゃない、夢を見さられて、で、起きて、で、お手洗い行って、で、また今度もう一回、次は睡眠薬なしで寝て。だからね、まあ、まあ、もう別にもう今日は休みということで、ゴジラマイナスワンとか見たらいいんじゃないかなと思ってます。まあこんなにも長話になって申し訳ないです。それ一応言っておいた方が、もし誰か来た時に、うんうんとかもありますし、まあさすがに今日の天気だったら誰も来てないだろうなとは思うんですけども、まあ誰もってその範囲広げられたら困りますよ。昨日の晩も、こちらに到着してから、一回ね、もう帰りのその電車の中でも、動画とか、音楽とか聞き始めて、三田駅通り越して、新三田通り越して、広野で気がついて、広野駅で降りて、もうそこなかなか電車来ないんですよ。新三田駅を越えてしまうと。で、そこから三田駅に戻ってきて、で、自宅に帰って、で、まあ、買い物へ晩ご飯買いに行って、で、帰ってくるときに、有野第一タウンハイツの横に車が来ていて、まあ知らない、おばさん、まあ僕より年上の、女性2名が、こっちを見てるからとか何か言ってるんですよ。いや、見るんは見るけども、一応こう、傘を差していてね、もうできるだけ顔合わせたくないから、一応誰だろうと思って、こう、パッとこう、傘を上げてね、顔は見てみるんですけども、顔なんか、電気つけてますけど、その距離見えませんから、本当に。
もう2メートル以内まで近寄らなかったら、見えない見えない、もう夜暗かったら、街灯なんとかじゃなくて、その、それだけじゃないですか。僕の目が悪いって、視力が低下してる、パソコンの次と睡眠不足も、それ、絶対。もうそういうことを言ってるっていうことが伝わってないって、もうそのまで言おうかなとか思ったんですけど、もうめんどくさいのとクタクタなんで、あとはもう、まあ、自宅に戻ってっていうことですね。あとは、大阪駅。大阪駅は、良心的な駅で、壊れた傘ね。他の駅で、この傘、そちらの方で捨てといてもらえませんかって言っても、捨ててくれないんですよ。大阪駅だけは別で、壊れた傘について、あ、もうここに、もうそのまま入れといてくれたらいいですよって、こう案内してくれて、潰れた傘を、その、潰れた傘を持ちながら、混んでる電車になるの。こっちも、なんか、迷惑をかけてしまうし、って、こんなもの持ってたらって、こうなりますからね。まあ、案外ね、大阪駅、まあ、昔のね、大阪は柄が悪いとか言われてた、東京側のニュース。ちゃんとそこ、今まで相談、今まで受け付けてくれて、ちゃんとしてくれてますから。そこは多分もう僕は大阪ヒルトンに勤務してた頃ぐらいから、ちゃんとそういう風な形になってたと思いますよ。だからまあ1999年ぐらいの頃からだと思います。しかしまあ、高島氏は風当たりが強かったですね。高島やなもさん。僕はテレビの電源消した後に他の出演者に叱られてたこと目撃してます。そういう意味で、まあ、僕は風当たりが強かったのか。まあ他にもね、いろんな撮影をしたかったんですけどね。滋賀県もそうですけども、福井県だとか、まあ、人口は特に少子化が始まってる地域は老朽化して、解体しなければならない建物っていうのは、たくさん見かけましたね。あとは、滋賀県の、大津峡っていう駅ですね。まあ、滋賀県の JR の、まあ、メイン的な駅だと思うんですけども、そこでも見てしまいました。30階建てぐらいのビル。だー、もう建てちゃってるわっていう残念感。もうエレベーターのない建物を建てなきゃならないんですよ。少子化が始まってるから、スペース空いていってるから、それでいいんです。建物が高くなるわけないんです。もう怪しいっていう 声聞こえてきましたけど、ここはもう僕がはっきりと、言っておきます。もう世界中もみんなこの方向性で、建築業界の人たちに分からせてあげなきゃならない。あと国会議員とか地方議員とか知事市長も議員ですから、建設業界の人とね、その両方と、あとは、フィナンシャルグループ。バカと猿は高いところが好きだって昔から言われてます。僕が生まれてくる前から。高い建物なんか建てたら後から解体するときものすごく大変よって。で、今の時代はエネルギーの残存量問題で、エレベーターなんかそんなにたくさん稼働させたら、使われるエネルギーがどんなことになるかぐらいちゃんとわかるでしょうっていうようなね、そういう勢いでしっかりと、皆さんご理解していただけたらなと思います。それでは、皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいて、あとは身の回りの方に、阿波井さんの動画見といた方がいいよということを、お伝えしていただいたら、助かります。まあ、高島市の方も歩いていて、神社の隣に潰れてるガソリンスタンドでそのまま放置。まあ、これはかなり世の中なんですよ。そこは金属回収地点であって、そういうスペースを空けていくことによって、高い建物を建てなくても大丈夫ですよと。で、人がある程度分散しますから、まあ、JR、電車バス徒歩の世界が成立すると。まあ、そういうことになってくるんです。以上です。ちょうど佳子さまへのメッセージなので、29分。もう自然とこうなるんです。お誕生日が12月26日生まれだから29。あとはまあ、肉、僕はバーベキューコーナーで作ったギネス記録、5月の月間売り上げ。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録などのおすすめよろしくお願いいたします。